夢ならばどれほど良かったでしょう。未だにあなたのことを夢に見る。忘れたものを取りに食べるように、古びた思い出の誇りを払う。戻らない幸せがあることを最後にあなたが教えてくれた。いつに隠したか暗い米津玄師がプロデュースをした、この春にね、パーフェクトワールドという